信号ざまみろこの野郎いいかおい崇高なるネバーのベルトにタダで挑戦できると思うなよこの野郎いいかおいこの男が俺の試合の会社の公式公認レフリーだからだマジか覚えとけ両国レフリーやるってことですかそういうことですかイーヴィルだけじゃねえぞ金丸東郷あいつの父ちゃん全員撃たれるんだおお高木慎吾この野郎お前がよ反則ばっかりするからよ正式なるレフリー用意してやったからなおいやってるだろおいリング上で言った通りだおい両国ではよ俺がちゃんとしたレフリングでさばいてやるよなそういうことで分かったかよく覚えとけ